はい、皆さん、こんにちは。今日はセカンドチャンネル、深掘り動画になるんですけど、いつもは未解決事件とか、特定の都市伝説とかになるじゃないですか。今日はもっと大きなテーマ、月についての深掘りになります。月の時代だ、月の時代だってずっと言われてますけど、何がそんなに月の時代なのか、月をどんどん調べていくと、ほんと月ない情報量で、1969年、人類は初の月面に降り立ちました。皆さんも一度は目にしたことがあるこの映像、有名ですよね。知らんけど、まあ、これについても陰謀説とかなんやかんやあるんですけど、それは置いといて、まさに人類が偉業を成し遂げた瞬間です。それから3年間月に通って土壌を調べたり、地震計測計を設置したり、ゴルフしたり、ダンスしたり、そんな感じで約3年間で計6回もの飛行士による月面調査を終え、アポロ計画は終了しました。その3年間の研究結果のおかげで、神秘的な存在だった月の事実がいろいろと解明していきました。しかし、急に打ち切りになったアポロ計画、そもそもアポロ計画がどんなものだったのか、なぜ約50年間もの間月に行けてないのか、何か明かされていない秘密があるのか、それは当初のアポロ計画がかなりギリギリの状態で計画されていたからなんですね。当時のケネディ大統領がロシアとの月面調査をめぐって、月に行くのは俺が先って言い出しちゃったもんだから、 NASA が急いで8年弱しかない期間でシャトルの開発をして、でもそれには膨大な資金もかかって、今でいうおよそ10兆円、それに相当な軍事力も使っていたので、そんな膨大な資金と軍事力が必要になるから、なかなか次の計画に入れないみたいなんですね。他にも月へ行くためには宇宙飛行士の人体にかなり影響を及ぼすことや、また地球と月の間にバンアレン帯というなんか放射線のバリアみたいなものがあって、そこを通過するときにシャトルの機材とか人体が影響を受けてしまうことも問題視されています。しかし、なぜ最近また月へ行きたがっているのか。最近話題になっているアメリカ主導の有人月探査計画、アルテミス計画。2024年までにアメリカの宇宙飛行士を再び月に着陸させることを目標として進めています。そして月面探査をするのに、国同士の衝突を防ぐためのアルテミス合意を作りました。日本を含めた計8カ国で合意されました。そしてここ最近また月へ行きたがっている理由としては、2001年、研究者たちが月の地表の磁場を観測して月の重力マップを作ったとこ、10年間衛星で月表面の塵や埃を調べて、そのデータを合わせた結果、驚きの事実が発表されたからなのかもしれません。月内部には固定の重力を持つコアがなくて、月表面に重力がある場所がいくつも存在していると。これは月が作られる途中で磁場を持つ部分が表面に集まったとされているんですけど、まるでホットケーキを作る時に小麦と牛乳をかき混ぜて溶けきれなかった小麦粉のダマが側面で冷えて固まった感じなので、普通は惑星の中心部分に天体を覆うほどの磁場が作られるんですけど、月の磁場は月の表面のところどころに散らばっているんだと。そしてその中でも一番強い磁場のあるクレーターの中心にはかなり大きなレアメタルが埋まっていると、ベイラー大学の地質学者が発表しました。その事実を知ったアメリカが急いで研究を始めたんですね。そしてそのクレーターは、まるで何かの物体が減速しながらその場に着地したような跡があるということ、その中心に強力な重力を持つ金属が集まっている可能性があること、もしかしたら宇宙船か何かが不時着してそのまま地中に眠っているのかも。最近では月の表面を飛ぶ3体の謎の飛行物体の映像があるんですけど、結構昔から月の表面では謎の飛行物体が見られていて、月は様々な宇宙船の停泊場なのかもしれません。なので、その1機が着陸した際に壊れてしまってそのままになっていて、長い年月をかけて埋まっていたとしたら、結構ワクワクな展開ですよね。そもそも月ってそこにあること自体が不思議なんですね。月は太陽系の中で地球に最も近い衛星とされていて、直径 3474.3キロ、表面積3800万平方キロメートル、地球の大きさに対して約4分の1ほどの大きさを持つ衛星は他にはありえんと。一番多く衛星を持つ木星の衛星でさえ木星の27分の1の大きさですからね。これは天体と衛星がそれぞれ重力を持つとき、天体の引力が衛星を保ち続けられるかどうかは衛星の重さと引力に関係します。大きく重い衛星は引力も大きくなり天体にぶつかるか、重すぎるのに引力が弱いと天体の引力では衛星を保てなくなり、衛星は天体の軌道を外れて飛んでいってしまいます。それに比べ月は大きすぎるのにもかかわらず引力が小さく地球の軌道を回り続けています。これは月の質量が大きさに比べてかなり軽いことが関係していて、地球の密度が 5.5
5.5 立方センチメートルなのに対し、月は 3.34。 あまりにも月の大きさに対しては軽すぎると、でかいだけで中身がないやつみたいな、条件が整いすぎているんですね。他にも地球から見える月の表面はいつも同じですが、これは地球の自転周期と月の自転周期がほぼ一致していることが関係していて、月は約 27.3 日かけて地球を一周し、月が回る自転の周期も約 27.3 日でほぼ一緒なんです。こんなに都合がよく一緒に回転することってありえるんですかね。マジバレリーナ。そして地球の引力に引き寄せられるのとは別に、月が公転する速さは地球よりも速く、月の裏側に遠心力が働いて、この2つの力によって月の形は丸いと思われがちですが、本当はわずかに細長く伸びています。ってことは俺も爆速で回転。最近では月は過去に何回かポールシフトをしているという説が出てきているんですね。ポールシフトを繰り返して今の向きに安定しているんですけど、またしたら今とは違う表面が地球から見れるっていうことですよね。まあ見たくてもなかなか見れなかった部分が急に見えちゃって、逆にエロくないやつ。他にも日食が起こる現象は、地球から月の距離が太陽から地球までの距離の400分の1と、月の直径が太陽の直径の400分の1でなければ成り立たないということなんですけど、まさに月がそうなんです。こんなにも完璧なほどに太陽と月が重なる現象は、天文学的に見て自然ではありえない確率なんだとか。となるとやっぱ月の存在って奇妙。誰かがポットをそこに配置したかと思うぐらい完璧な存在。まあそもそも僕たちが存在していること自体奇跡なので、奇跡が重なったと思うと奇跡で片付けられちゃうけど、にしても何か意味があると思っちゃいますよね。月って地球と人類にいろんな影響を与えているんですけど、その中でも面白いのが、地球に季節が生まれたのは月が作られた時の衝撃と引力によって地球が 23.4 度傾いたことが原因とされているんですね。このことは南アフリカに住むズール族の言い伝えにもあり、太古の昔、地球には季節というものは存在せず、穏やかな日々が続いていた。しかし月が現れたことで自然が牙を剥くようになったのだと。考えられます？月が存在する前の地球の世界は穏やかな日々が続いていて、嵐とかもなく季節もなかったらしいんですよ。そして人類や環境だけでなく、体の 70% が水分でできている僕たちも月の引力によって何らかの影響を受けているのかもしれません。満月の夜は出生率が高くなったり、通常より射精量が多かったり、他にも感情的になりやすく事件や事故が多くなるなど。そもそも月はいつから地球の周りを回っているのか、様々な説があります。親子説、兄弟説、他人説、中でも最近一番有力とされているのがジャイアントインパクト説。約46億年前、どこからともなく飛んできた火星ほどの大きさの地球より古いその星は、円を描きながらまだ活動中だった地球にぶつかりました。ちなみに衝突した星はギリシャ神話の月の女神セレーネの母の名前にちなんでティアと名付けられています。地球に衝突したティアはそのまま粉々に。粉々になったティアのかけらはぶつかった時の衝撃を残したまま地球の軌道に乗り、他のかけらとぶつかりながら一つの星へと成長していきました。月に地球と同じ成分が多いのは、もしかして衝突した際破損した地球の一部が月に残っているからなのかもしれません。ただ説明できない成分もあります。月のクレーターの底にあったチタニウム、ウラン236、またウラン鉱の核種崩壊の際の副産物でできているネプツニウム、ジルコニウム、これらのレアメタルは自然界では作られにくい成分なのに、クレーターの中に多く存在していること、またアポロ11号の計画の時に宇宙船が着陸した際、月にとって微弱の振動が月の地面に置いてある地震計測計で観測できたそうです。さらに詳しく調べるためにアポロ12号計画の際には月に衝撃を与えたんですけど、まるで鐘を鳴らした時のようなしばらく地中内で振動が続く波長が観測されたそうです。これらのデータをもとに1970年、旧ソ連の科学者アレクサンダー・チプルクタクフィシとミハイル・バーシン氏は、月は人工に作られた天体だとする仮説を立てました。月は遥か彼方、高度な文明を持つ生命体が作り出した宇宙船であり、今もなお地球を監視しているのだと。本来なら軽い成分が地表に出てくるはずなのに、月の表面はその逆で硬い成分が表に出てきているんだそうです。その上に細かい砂や赤が積もっているんですけど、その硬い地表のおかげで外からの隕石の衝撃にも
耐えられてクレーターが浅いものになるんですね。まるで何かを守るためにある要塞の壁のように。さっきも言ったように月の中が本当に空洞だったら月の質量があまりにも少ないのは納得ですよね。そもそも月の内部には氷が詰まっていて何らかの衝撃を受けたことでその氷が外に出て中は空っぽに、そしてその氷は地球の大気圏に入って溶けてそれが海になったという説もあります。こう考えると大昔の大洪水の話とかノアの箱舟の話とか通じるものがありますよね。大量の水が空から降ってきたらそりゃ一夜にして文明が滅びたのも納得です。また月の隕石から水がないと作られないモガナイトという鉱物も見つかっていて、なんかいろんな言い伝えとリンクしてそうですよね。またそれと関係するかは分かりませんが2009年10月24日、日本の JAXA が月探査機かぐやで撮影した画像の分析で月の表面に月面初となる地下に通じる縦穴を発見したと発表したんですね。発見された穴の大きさは直径約70センチ、深さ約90メートルの垂直な穴で、穴の底の部分は少なくとも横幅400メートル、内高20メートルを超えるトンネルになっていて、まさかこっからなんか出てきたのかも。またこの穴を人が月面探査に行った時の基地として利用できないか計画しているそうです。元 CIA のパイロットだった UFO 研究家のジョン・リア氏は、月の人口は約20から30億であり、今私たちが見ている月の表面はホログラムでできていて、月にも酸素があって呼吸することができる、月面には工業地帯や道路も存在すると暴露しちゃったんですね。いやこれ本当急に話がぶっ飛んできたけど、アポロ計画でも月に降り立った宇宙飛行士たちの会話で時々暗号を使って話している場面があり、交信記録に残っている内容では宇宙飛行士たちの戸惑う様子やそれ写真に撮るのかなどの会話も残されています。そして月の裏側で宇宙船やその宇宙船内部で見つかったミイラの話も存在していて、アポロ計画が急に打ち切りになったのはこれを隠すためなのかもしれません。まあそんな説も一応あります。まあこんな感じで人類は軽く月をかじった程度なんですけど、次々と興味深い謎が出てきてますよね。まあ今後人類が本格的に月を調査するのは明らかなので、どんな新発見が見つかるのか楽しみです。まあ今回は月をいろんな角度から深掘りしてみたんですけど、総合的に見て皆さんどう思いますか？この月の存在、人工的なのか自然なのか、まあその判断は皆さんに委ねます。考えてみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。